こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行社の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は出産釈迦です。釈尊が6年の苦行の後、12月8日に明けの明星を見て悟りを開き、接線を降りる時の頑固鋭く痩せ衰えた姿を言います。古来多くの禅画の題材となり、修行者の励みとなった禅道では、この故事により12月1日より8日未明まで不眠不休の修行をし、7日に出産釈迦図をかけて徳に報います。では今から出産釈迦を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。